ナンバーアンダーラインアイワイヤレス音楽祭、感動のステージでファン号泣。ナンバーズから始まる圧巻のセットリストに迫る。キシ君のラップ、翔君の地元愛、ファン心をつかむパフォーマンスの秘密。ナンバーアンダーラインアイがワイヤードミュージックフェスティバルで披露したパフォーマンスは、ファンにとって感動的な瞬間だった。そのステージは、ただの音楽ライブを超えて、 観客の心に強烈な印象を残す一大エンターテインメントとなった。SNS やファンのレポートを通じて、会場の熱気や高揚感が伝わり、現地にいなかったファンまでもがまるでその場にいたかのような感覚を味わっている。このライブの魅力は何といっても、ナンバーズから始まったセットリストだ。岸優太が一人でステージに立ち、堂々とラップを披露した瞬間、観客はその姿に釘付け気になった。 リーダーとしての存在感が際立ち、彼のカリスマ性が瞬時に会場を支配したのだ。その後に続く楽曲、富士 INZM など、すべてがエネルギッシュで、観客を一瞬たりとも飽きさせない展開となった。特に、g ー t では、会場全体が一体となり、歓声が響き渡り、ライブの頂点を迎えた。観客の反応は絶大で、多くのファンが、 また見たい、もう一度体験したいと口を揃えていた。なぜこれほどまでにナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが観客の心を捉えるのか。その理由は、彼らが単に音楽を演奏するだけでなく、ステージ全体を通じて一つの物語を作り上げているからだ。岸くんの一人での登場は、その物語のプロローグともいえる。彼がリーダーとしての責任を背負い、 ファンや仲間たちへの感謝を込めた姿勢がそのままパフォーマンスに表れている。この演出は、ただの音楽フェスではなく、彼ら自身の成長や挑戦を体現したものだった。また、翔くんが、フードは名古屋とステージで叫んだ瞬間も、観客にとっては特別なものだった。この一言が、彼の地元愛や、これまでのキャリアを共に歩んできたファンへの感謝を象徴する場面となったのだ。このように、 ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスには、随所に彼らのパーソナルなメッセージが込められており、それがファンにとって深い感動を与える要因となっている。さらに、このフェスでは特に男性ファンの増加が目立ったというレポートも多く見られた。これまで主に女性ファン層に支持されてきたナンバーアンダーラインアイが、男性ファンにも受け入れられつつあることは、彼らがアイドルという枠を超え、アーティストとしての存在感を確立しつつある証拠と言えるだろう。 音楽的な幅広さとパフォーマンスの多様性が、より多くの人々に響き、彼らのファン層が着実に広がっているのだ。このような進化の中で、ナンバーアンダーライン愛が大切にしているのは、決してファンを置き去りにしないことだ。常に新しい挑戦を続けながらも、彼らはファンとの絆を深めていく姿勢を崩さない。彼らのパフォーマンスは、観客との一体感を強く意識したものになっており、ファンが一緒に楽しみ、 ともに感動を分かち合えるような工夫が施されている。それが、ナンバー・アンダーライン愛が愛され続ける理由であり、彼らが他のアーティストと一線を画す要素でもある。ナンバー・アンダーライン愛の今後の活動について、ファンたちの期待が高まる中で、重要なのは彼らがどのようにその期待にいられていくかだ。音楽業界は絶えず変化しており、新たなトレンドや技術の進化がアーティストに対して新たな挑戦を課している。 その中で、ナンバーアンダーライン愛はどのようにして自らのスタイルを保ちながらも、進化を続けていくのかが注目されている。まず考えられるのは、彼らの音楽の方向性だ。これまでナンバーアンダーライン愛は、エネルギッシュで力強い楽曲を中心に活動してきたが、今後はより幅広いジャンルに挑戦する可能性がある。最近の音楽トレンドでは、ジャンルの境界が曖昧になりつつあり、ポップス、 ヒップホップ、エレクトロニカ、さらにはアルビーやジャズの要素を取り入れるアーティストも増えている。ナンバーアンダーライン愛もその波に乗り、これまで以上に多様なサウンドを取り入れていくことで、新たなファン層を獲得すると同時に、既存のファンにも新鮮な驚きを提供することができるだろう。また、ライブパフォーマンスにおいても、彼らはさらなる進化を遂げる可能性がある。ワイヤードミュージックフェスティバルの成功が示すように、 彼らのライブはただの音楽パフォーマンスにとどまらず、観客を引き込む一つのエンターテインメント書となっている。今後は、さらにビジュアルや照明、ダンスパフォーマンス、そしてテクノロジーを駆使した演出を強化することで、よりインタラクティブで感動的なライブを実現することが期待される。例えば、最近では VR や AR 技術を利用した新しい形のライブ体験が話題となっているが、 ナンバーアンダーラインアイもこうした技術を取り入れることで、ファンとの距離を縮めることができるかもしれない。さらに、彼らが SNS やストリーミングプラットフォームを通じて、グローバルにどのように展開していくかも注目される。日本国内での人気はすでに確立されているが、海外ファンに対してもアピールしていくことが、彼らの次なるステップとなるだろう。英語や他の言語での楽曲制作、または海外でのライブツアーを行うことで、 国際的なファンベースを築くことが可能だ。これにより、彼らの音楽はさらに多くの人々に届き、彼らの存在が世界中で認知されるようになるかもしれない。その一方で、彼らがどのようにしてファンとの距離感を保ち続けるかは、彼らの進化にとって大きな課題となるだろう。急速に成長するアーティストにとって、ファンとのコミュニケーションは欠かせない要素だ。特に彼らのようなグループは、 ファンとの絆が強いことが成功の鍵であり、その絆を大切にしながらも新しい挑戦に取り組む姿勢が重要だ。SNS を通じた定期的な更新や、ファンと直接交流するイベントを開催することで、彼らはファンとのつながりを維持し続けることができるだろう。ワイヤードミュージックフェスティバルのパフォーマンスが終わった後も、ファンたちはその余韻に浸り続けている。SNS では彼らの今後の活動に対する期待や、 新たなステージでどのようなパフォーマンスを見せてくれるのかという興奮が広がっている。特に、次回のツアーや新曲に対する期待感は高まり続けており、彼らがどのように進化していくのか、目が離せない状況だ。しかし、ここで一つ考えたいのは、ナンバーアンダーライン愛の進化がもたらす影響だ。彼らは音楽やパフォーマンスだけでなく、その活動を通じてファンに何を伝えようとしているのか。例えば、 彼らの楽曲には社会的なメッセージや個人的な経験が込められていることが多い。これらのメッセージが今後どのように進化し、彼ら自身の成長とともにどのような形で表現されていくのかが非常に興味深いポイントだ。また、これまでのファン層に加えて、今後さらに広がるであろう新たなファン層に対して、彼らがどのようなアプローチを取るのかも注目すべき点である。現在の音楽業界では、 SNS やストリーミングサービスを通じたグローバルな展開が重要視されている。ナンバーアンダーライン愛もこの波に乗り、国境を越えた活動を広げていくことが予想される。実際、彼らの音楽やパフォーマンスは、国内外で高く評価されており、これからのグローバル展開に期待が集まっている。一方で、彼らがファンとの距離感をどのように保ちながら進化していくのかも重要なテーマだ。急速に成長する中で、 彼らがどれだけファンとの絆を維持し続けられるか、またその絆をどうやってさらに深めていくのかが、今後の活動の鍵を握っているといえるだろう。彼らは常にファンを大切にし、ライブや SNS を通じて積極的にコミュニケーションを取ってきた。この姿勢がある限り、彼らの進化はファンにとっても喜ばしいものであり、共に歩んでいくことができるだろう。ナンバーアンダーライン愛は、これからも新しい挑戦を続けていくだろう。 そしてその挑戦は、彼ら自身の成長だけでなく、ファンとの絆をさらに深めるためのものでもある。ワイヤードミュージックフェスティバルで見せた彼らのパフォーマンスは、その一つの象徴であり、これからの活動の方向性を示すものであった。未来を見据えながらも、常にファンと共に歩むナンバーアンダーライン愛。その旅路がどのような形で続いていくのか、そしてどのような新しい景色を見せてくれるのか、 期待は高まるばかりだ。